鎖骨から原因なのに、頸椎の治療してても改善しないんですよ。この部分をぐーっと中に押さえていく。はい、整体院復活、院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に痛みを解決していくための動画になっています。もし、あなたが3件以上の病院、整骨院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは、湿布、痛み止めで今痛みをごまかしている、そんな人であれば、ぜひこの動画を見ていただければと思います。松田さん。はいよ。なんか最近手が痺れたりとか、なんかちょっと違和感があったりするんですけど、スケさんもう体終わってますね。バチバチじゃないですか。原因分からずに怖くて、しびれとかって。いや、しびれ怖いよね。これって何が起こってるんですかね、僕の体に。手はどの辺ですか、ちなみに。なんか全体的にバーってなってる感じ。そうですね。うんうん。で、手のしびれって結構なんかもう一生治んないとか、原因分かんないとか、みんなのこれやってね、で整形外科に行っても、まあ年だろうねって言われた人がね、結構多いんですよ。ただこれちゃんと原因があって、その原因が分かってくると結構心も楽になってくるし、治療法が分かってきます。ちゃんと一個一個評価方法って言ってね、原因がこれだよって分かる方法があるので、それ一個一個やっていくといいです。で、手のしびれは大きくですよ、大きくだいたい4つに分かれていることが多いです。まあそれ以外にも出て分かれますけど、大体4つに分かれていることが多いので、こっちの4つのポイントを押さえていくと、だいぶ改善する人は多いのかなと、個人的には思います。ちょっと怖いんで、早く知りたいですね。ちょっと検討します。何のための動画やねん、みたいな。OK。わかりました。今日はじゃあ4つ。かな、姿勢の痺れ。それ以外ももちろんあり得ますけど、まずは知ってってほしい4つのポイントがありますから、そこをちょっと紹介していきたいと思いますけど、紹介しましょうか。お願いします。よし。では、4つポイント紹介していきたいと思いますよ。で、これはですね、まず、人間の体のメカニズムを知っていただきたいと思ってまして、これ、私の背骨をポーンと取ってきました。で、こっちが右側。左側、これ前から見てます。で、まず覚えてほしいのが、神経がこれ横から出てるんですよね。なんか出てます。で、神経はこの真上から見ると分かるんですけど、脊髄といって、この背骨の中にでっかい国道みたいな道がある。その横からこの椎間孔というところからですね、剣道みたいな感じでちっちゃい分かれ道に分かれて、この最終駅が親指、人差し指、小指とか肘の内側みたいな、風に動いていきます。で、この椎間孔っていうところがまず一つ目ありまして、何かと言いますと、椎間孔っていうのはいわゆるこの脊髄から出て神経末梢に行くためのもの。で、この椎間孔は背骨と背骨、頸椎と頸椎の間の空洞から出てます。なんで、これですね、伸展って言って首を反る動きをしていくと、この空間って狭くなるんですよ。逆に曲がるっていうので、こうやって開いていくと、ここが動きが大きくなります。逆に、こう伸展してくると動きが狭くなってくる。なんで、基本的に今、大体人ってこういう姿勢になってる人ですね。まあ、これによって椎間孔を圧迫しちゃって痛みがあるっていう場合がありますね。なんで、この場合であれば首を屈曲したりとか、上に伸展したりとか、こういうひねったりとかすると、首のとこはしびれがビーッと走りましたとか、こういう場合はこの椎間孔から起きることが多いかなと思います。まあ、これはいわゆる頸椎ヘルニアとかっていうのも一つ関係したりしますね。まずこの椎間孔、背骨のところが一つ原因です。これが一つ目です。で、もう二つ目、三つ目、四つ目ありますけども、これはちょっとこちらの方を使っていこうかなと思っています。で、これ背骨前から見た図。で、これ右肩のところ、ポン出していく鎖骨があります。で、これで三つポイント紹介していくと、まずは頸椎でしたね。で、残りの二つですけど、もう一つ目が斜角筋。二つ目が鎖骨の下、鎖骨下。そして三つ目がこの右後突起と肋骨の間の小胸筋。大体この四つとこの四つが大体痺れを起こす。いわゆる神経を圧迫しちゃう原因ですね。で、まず、さっき言った二つ目、一つ目が脊椎のところ、椎間孔。で、二つ目が斜角筋って言って、斜角筋はこの、頸椎のところから、肋骨まで伸びている筋肉でして、この、周斜角筋と後斜角筋、まあ、前斜角筋ありますけど、これ三つ筋肉があって、この首で出てる筋肉は、これの間をかいくぐって出てきます。いわゆるこの、
首から肋骨についてる筋肉の間を神経がバーンって出てくるんですよ。なんで、この筋肉自体が緊張しちゃったり、使いすぎたりっていうことが起きると、この神経を圧迫しちゃいます。なんで一つ目が斜角筋。斜角筋はこの首のところにありますね。前側に、横側にあって、ここを押さえた時に斜角筋症候群って言うんですけど、斜角筋症候群の人はめっちゃ激痛が走ったりとか、手に痺れが走ったりします。これが二つ目ですね。で、三つ目が鎖骨と、この下にある肋骨の間に神経が出てきます。こういうふうにぴょこっと。この鎖骨と肋骨の間で圧迫されちゃうことがあります。これは鎖骨下の状態ですね。この鎖骨下、ここにあるんですけども、ちょうど鎖骨がありますね。そこの下の方、ど真ん中の下の方を触ると、ここに、いわゆる鎖骨下筋っていう筋肉、そして神経がギューッと通ってきます。この部分を押さえて手に痺れがあるとかっていうことであれば、鎖骨下の原因になったりしますね。あとは肩をぐっと下に下げるってすると、肋骨と鎖骨がぐっと挟まれる感じになっちゃうんで、これで痺れが強くなったり、手がなんか、血が通ってる感じがしないなってなったら、これはこれで鎖骨下の症状が起きてくるかなと思います。これが3つ目です。で、4つ目。これが小胸筋と言いまして、この肋骨と肩甲骨のところ、右後突起ってあるんですけど、ここから筋肉が出てます。こんな風に、肩のところから横、内側に行くと、ポコッと凹んでる場所があります。ここに小胸筋があるんですけど、これ横に動かすとなんかコリコリしてますね。これが右後突起と肋骨の間に走ってる筋肉です。で、この下に、この下と肋骨の間に神経がギュッと出てきます。で、腕の方に行くんですけど、ここ圧迫しちゃってると、手に痺れが出やすい。で、この鑑別方法はもう本当にこの小胸筋っていう筋肉をこうぐーっと中に押さえた時に手に痺れが出たりとか、でもなんか血液が通ってる感じがしないとかっていうことであれば、この小胸筋のところで圧迫してる可能性がありますね。なんで、大きく4つです。ですか？まずは、椎間孔、背骨のところ。そこから出て、筋肉、斜角筋の間。そしてその下を取って、鎖骨と肋骨の間、鎖骨下。そして最後、小胸筋の部分。っていう、大体この4つのポイントが、痺れを起こす原因になっていることが多いです。なので、私たちはしないといけないこと何かって言ったら、やっぱこの小胸筋の部分だったりとか、鎖骨の下の部分、そして斜角筋の部分、そして頸椎の部分、どこから手の痺れが出てるのかっていうのを判別しないといけない。じゃないと、斜角筋が原因なのに、小胸筋を治療してても改善しないんですよ。鎖骨下が原因なのに、頸椎の治療してても改善しないんですよ。だからこうやって大事なのは、結果、いわゆる治療法にフォーカスするんじゃなくて、原因にフォーカスしないといけないことです。原因を見つけることすごく大事です。そして原因に対して、ちゃんとアプローチをしていく。ね。で、アプローチの仕方も、ただ緩めるだけじゃなくって、緩めるっていう場所、硬くなった場所は、緩めてもまた硬くなります。肩こりと一緒ですよ。だから、緩めた後に、なんでこの姿勢になってるかって言ったら、こんな風な、いわゆる猫背になってる。であれば、この猫背を改善するために、運動療法って筋肉をつけていく。ね。緩めて鍛えてっていうね、こういう治療もやっていく必要がありますね。うちは MSM って言ってやってるんですけど、まあ、このモビリティ、スタビリティ、いわゆる緩めて鍛えていく。そしてそれを連動させましょうっていう考え方。まあ、これによって結構ね、改善する方多いですから、もし気ない人はね、ぜひ店舗の方にも来てみてください。で、最後ね、ちょっと評価方法だけ紹介したいと思うんですけど、まず、頸椎って言った通り、頸椎は、神経、いわゆる後ろに沿っていくと、神経が圧迫されます。なんで、まず首を上にぐーっと抜けていく状態にしたときに、ここのところから痺れがビーンと出るんであれば、これ、頸椎が原因になっていることがあります。で、二つ目が斜角筋になります。斜角筋は、この首のところ、前側ですね、鎖骨がありますね。鎖骨が上に上がっていって、ここのコリコリしてます。横に動かすと。この部分をぎゅーっと中に押さえていく。中に押さえてった時に、なんか痺れが起きたりとか、手の先がなんかこう、違和感があったりとか、冷たくなってくる感じがあれば、斜角筋症候群って言って、斜角筋が原因になって、神経圧迫してる可能性があります。あとは、肋骨と鎖骨の間にある神経の通り道。これは肩を下にギュッと自分で押す感じ。押すというか下に持っていく。そうすると肋骨のところに鎖骨がしっかりゴンと乗ってきます。そうすると圧迫されちゃうので、肩を下げて手の痺れが出てきたりとか、手が冷たい感じが起きてくると、これは鎖骨下っていうところの症状になっているか。最後、小胸筋。小胸筋は肩のところは内側にぐーっと、だいたい指3本分か4本分内側に来ると、このペコって凹む場所があります。ペコって凹む場所から横にこう動かしてみると、ここに小胸筋が出ますね。で、この小胸筋と肋骨の間に神経が走っているので、小胸筋をこう上からぐっと押さえた時に手の痺れがある、手に違和感がある、冷たい感じがあるってことであれば、小胸筋が来ている可能性があるかなと思います。
なので、大きくこの4つが手のしびれの原因になっていることが多いですから、これ原因が分からずに治療しても改善しないです。ですか？逆に原因が分からずに治療して改善しても、なんで起きてか分からないから、また同じ痛みが出ても改善できません。大事なポイントは、原因をしっかり理解した上で、あ、小胸筋かな、鎖骨かな、斜角筋かなっていうところを分かった上で、鑑別した上で、しっかりそこから、こうかなっていうことの原因を見つけていく。で、原因を見つけた上で、ちゃんと根本的にこの筋肉のアンバランスから来ているので、ここに対して緩めていく。後ろから縦から緩めていく。プラスアルファ鍛えていく。ということをやっていく。そうしたことによって痛みが根本的に解決していきますので、ぜひね、この動画を見ている人で、痛みをしっかり改善していきたいという患者さんとかであれば、ぜひね、整体復活、全国でやってますので、概要欄の方に貼っとくので、そっちの方、ぜひ問い合わせしてみてください。電話もしくは LINE で予約できますので、ぜひ一回試してみてください。しっかりね、本当に根本的に解決したいという人であれば、ぜひ当院の方に通ってみてください。はい、ということで今日のね話よかったらぜひチャンネル登録していただけるとすごく励みになるのでそちらもよろしくお願いします。あと高評価とコメントいただけますと私の方でこんなことも話したらいいんじゃないかなとかっていうのを話し合いますのでぜひねコメント欄の方でどんどんあと高評価もぜひ教えていただけるとすごく励みになるのでよろしくお願いします。はい、ということで今日はここで終わっていこうと思います。ぜひね皆さん手のしびれしっかり原因がありますからここに対してアプローチできるようにやってみていただければと思います。では今日はここで終わっていきましょう。今日も動画を見た時どうも。ありがとうございました。また見てください。これ全部って時はどうしたらいいですか？全部っていう時は、どうするかな。全部が引っかかるというよりは、ここがちょっと強いなっていう場所があるから、そこに対して治療していくのがまずいと思います。でも根本はやっぱりこのストレートネックだったりとかが原因になってる。じゃあストレートネックなんでなるのって言ったら猫背になってるから猫背で治療してっていう話になるので、まあ全部を治療していく形に最終的にはなると思いますね。なんで、安心してください。ちゃんと改善しますから。ただ、どうしてももう、これは背骨から来ててとかっていうしびれもあったりしますけど、まあ、しっかり改善していけば、やろうと思えば治療できますので、ぜひね、わかんなければ、ぜひね、整体の方に来ていただければ嬉しいなと思います。